始まりました。映画とゲームの〇〇な〇〇、ギズモです。ヨンドゥです。マスラです。いやー、ついに映画館に洋画の大作が戻ってまいります。おかえり、はい、おめでとうございます。何が帰ってくるんですか？テネット。あ、今ちょっと CM っぽく言えたな。ちょっと CM のテネットに似てたな今。ああ、ほんと。ちょっと自己満ですいません。テネットは公開するということで、今日はクリストファー・ノーラン監督についてちょっとトークしていきたいと思います。はい。みんな好きですか？クリストファー・ノーラン監督は。はい。好きですか？好きです。いや、もう信頼できる監督ですよ。間違いないっていう。ハズレなし、うん、映画ファンには絶大な信頼を得ているクリストファー・ノーラン監督。ちょっと簡単にね、経歴を振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、ノーラン監督は今年で50歳になっております、うん、でイギリス出身の、映画監督、まあ、プロデューサー脚本家をやっているという方になっております。ノーランさんのデビュー作は1998年のフォローイングという映画になってまして、こちらの作品がなんと6000ドルで制作した超自主映画ですね。日本円にして60万か、だいたい60万円、うん、頑張れば出せる金額ですねこれきっとね、うん、超低予算映画ですね。60万円でノーラン監督に映画撮ってもらえるならちょっと撮ってもらいたい。すぐにでもかき集めますそうだよね、差し出しますよね、これは、っていう感じの超自主映画から、まあ、脚光を浴びて、2000年に、2作目メメントという作品を撮って、うん、これで結構爆発的に知名度が上がったかな、はい、そうですね。多分フォローイングの時はまだサラリーマンやりながら、うん、あ、サラリーマンか、ビデオ制作会社で働きながら、うんうんうん、その傍らで撮ってたみたいなんで、うん、でメメントでようやく専業監督としてこうやってきるようになった、うん、っていうことですね。で、まあ、メメントを撮った上でその後に、まあ、インソムニアっていうのが2002年に撮って、でここからちょっとワーナーさん作品になっていくんだが、そこからちょっと転換してバットマンビギンズに、はい、なってくるね。そうですね。で彼はそのダークナイトを取りシリーズを完結させるという、うん、ちょっとアメコミの方にも作品があるという感じで、うん、あとはプレステージとか、はい、でダークナイトの後にインセプション取ったりとか、はい、ね、この辺はもう皆さんご存知という感じになっていきますが、うん、でインターステラーを撮って、ダンケルク、うん、で今年の間もなく公開するテネットで、長編の監督としては11本目ということになっております、うんうん、でこのノーラン監督は撮り方が非常に凝っている方ではあるんですけれども、いろんなこう、なんですか、こだわりがあるということで、はい、まず一つ目がリアル主義ということですね、うん、なんだリアル主義でってなるんですけど、とにかく本物にこだわると、うん、もちろん CG で絵を作ってる部分もあるんですけど、実物で撮れるものは実物で撮ろうというこだわりの持ち主で、うん、例えばダークナイトの爆破シーン、うん、これもビルをそのまんま一つ吹き飛ばすと、はい、そうですね、いうダイナミックな撮影手法を取っていると、うん、あのラストの方のジョーカーが病院を爆破するところとかもあれ、はい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 、本当にやっちゃってるっていう、うん、そうだよね、うん、でまあそういうね、こうビル爆破とかならまだね、なんかまあ他の監督でも見たことあるなみたいな感じなんですけど、インターステラーでは、まあこれは後で説明しますが、 IMAX 撮影するんですが、 IMAX カメラで、それを戦闘機というか飛行機に、ジェット機かカメラをつけてね、成層圏を撮るっていう、そうだね、これもちょっとこう
人間離れした、うん、発想というか、まあ、地球と宇宙の狭間を成層圏を IMAX カメラで撮る、うん、これ前人未到だよね、うん、きっと。いや誰もやろうと思わないですよ。そうですね、思わないよね。いやすごいです、これ本当に。こういうリアル主義みたいなところはもう本当にダイナミックに、やっていくという手法がありつつ、まあ、テクノロジー的なものも結構取り入れてはしてるんだが、その最たるものがさっき、話した IMAX カメラでの撮影にとにかくこだわっているという監督ですね、はい、でこれがダークナイトで、初めて採用されたカメラになっていて、そうですね、うん、長編の映画で本格的に IMAX カメラを使用したのはノーランが初めてなんですよね、うん、で、まあ、通常のその映画のスクリーンで見る画角よりも、うん、その上下の幅が変わってきたりするっていうカメラになっていて、うんうん、まあ、これで撮るとよりあの繊細というか明細なあの映像が楽しめるというカメラになっているんですけども、うん、さっきやった通りその高額なんですよね、1台ね、うん、そうですね、だいたい日本円でおよそ5000万円ぐらいするって言われてますかねでダークナイトを撮ってる時にはもう本当に現存する IMAX カメラが4台ぐらいしかなかったね、世界に4台しか当時はなかったんですよ ね、うん、この超高額で希少なカメラを、うん、いきなり壊した人でもありますいきなり壊しちゃいましたねすごいよね、5000万ぐらいってことね、カメラが、うん、でダークナイトの、撮影中に1台、はい、そうですね、序盤の銀行強盗でジョーカーがいきなり登場すると思うんですけど、うん、その逃走のカーチェイス撮影中に1台行ったらしいんですでもそこ、まあ、順取りしてるかどうか分かんないけど、いきなりくじけるよね心がね普通だったらでさらに、このシリーズの続編であるダークナイトライジングですね、はい、こちらでも、IMAX カメラを壊したと、はい、あの、うん、バットマンのあのごつい乗り物バットポット、あれが IMAX カメラに突っ込んだらしいです豪快だね、うんやることが豪快だよね。そうですね。いやーこれでもうすでに2台壊したというところもありつつ、2度あることはやっぱり3度あるということでダンケルク、はい、こちらでも1台ぶっ壊すと。ダンケルクではあの戦闘機がこう墜落して着水するシーンをこう戦闘機の目線で撮りたいと、はい、そのために IMAX カメラを戦闘機にくくりつけたんですって、うん、で水没するけど、まあ、浮かんでくるだろうと、うん、その機体と一緒に回収しようと思ったら予想に反してこうズブズブあっという間に沈んでっちゃったらしいんですよやべやべってなって青ざめるよねそんなの見たら。そう、こう慌てて、まあ、引き上げたと、うん、なるほど。でもうみんなねやっぱりカメラのことを気にする中、ノーランは、まあ、彼あのフィルムで絶対撮る人なんですけど、はい、そうだね、フィルム周期ですね、デジタルで撮らないんで、まあ、フィルムが無事でよかったと、うん、まあ、みんなはカメラのことを心配する中無事でよかったと。でもまあ結果的にデジタルだったらデータ飛んじゃってたんで、うん、フィルムだったからこそその決死のシーンはちゃんと使われたみたいなんですけどね、うん、すごいよね、うん、もう本当にそんなに超高額なカメラをもう3台も壊すと、だから 1.5 億、ね、カメラだけでとんでもないよね。なんかもうマイケル・ベイもびっくりの、いや本当ですよ、フィジカル新破壊王爆破王破壊王だよね。いやカメラ壊すってトンネルズを思い浮かべるけどもそんな日じゃないですそうだね、そんな日じゃないですね、うん、あの衝撃どころの話じゃないですから、ね、話じゃないよね、うん、それも3回繰り返してると、うんうん、破壊シーンですね、うん、まあ、そういうところまではやっぱ、うん、まあ、肉体派っつうかもフィジカルでドーンっていってるようなイメージはあるんだけど、はい、とにかくその脚本とか、うん、あの撮影の仕方とかもその画角とか、うん、すごくねこっちは逆にあのリズメっていうかね、うん、もう隙のない映画作りをしていると、
いうのも特徴であって、で一つその監督がずっとこだわってきてるのは、まあ、時間をテーマに映画を撮ると、はい、もうこれを聞いただけでちょっともう本当理系っつうかね、うん、そういう風にも聞こえると思うんだけど、そのメメントだねまずは、はい、っていうところでも結構時間が、うまく使われているということで、うん、まあ、主人公がそもそもその、まあ、殺人事件みたいなのがあった時に自分がその10分間しか記憶が持たないと、はい、いう中で自分の体にいろんなメモを残していって、うん、その10分後に忘れちゃった時にそれを見て何かをつなげていくっていうようなことになってるんだけど、うん、映画の作り自体もちょっと時間が関係あるんだよね。そうですね、普通時系列っていうのはスタートから、まあ、ゴールまでって描くものが、スタートから順番に進んでいくパートと、うん、ゴールから順番に遡っていくパートがこう交互に切り刻んだものを順番にこうはめていくっていう、うん、少し進み一番最後から戻りみたいなことを繰り返し、最後に中間地点で合流するみたいな、そういうつながるんだね、うん、ちょっとトリックっぽく時間が使われているという作品だよね。そうですね、うん、でその後が、まあ、インセプションとかだね。これは、うん、まあ、夢の中で、人のアイデアを盗むっていう、まあ、企業スパイ、うん、まあ、ちょっとそういう突飛な設定ではあるんだけども、夢の中に入るとその現実世界よりもちょっとその時間が遅くなっていくと、うん、そうですね、だ現実で体感してるよりもその夢の中は遅く時間が進んでるんだよね。そうですね、うん、3つこうレイヤー階層に分かれていて、うん、まあ、それが深くなっていくことにその時間の流れが遅くなっていくと、はい、はい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 、そうなんで、まあインセプションはそうやってこう深く潜っていくことに時間が遅くなっていくっていうのを描きつつっていう感じなんだけど、うん、まあだから最後にね、あのコマがね、あくるくるって回ってるのがこうどっちに撮るかっていうのがすごくそこもね絶妙で面白いんだよね。あのコマが回り続けると夢の中っていうね、そこを判別するためのアイテムなんですよね。でそれが最後ね、コマが止まるのか、止まるか動いてるのかぐらいの、あの終わりもなかなか秀逸なんですよね、うん、面白いインセプションで、その後にインターステラーだね、うん、これはあの、まあ、地球が荒廃してしまって、その、まあ、新しく住める星を探そうというところで、うん、その、まあ、宇宙飛行士マシューマコノヒーが、まあ、旅をしていくという話なんだけれども、その、まあ、宇宙に出るとその重力っていうものがまた変わってきていて、で、まあ、この重力と時間っていうのも、まあ、これは実際そうなんだけどもすごく関係性があると、まあ、相対性理論と呼ばれるもので、重力が重くなりすぎると時間の軸がまた、現実よりも遅くなっていくと、うん、いうことになっているんで、まあ、映画の中で描かれているのはとある星に降り立った時にそこで、何分間、何時間過ごしてしまうと、うん、地球ではもう何年という時間がすでに経ってしまっているという設定があって、でそこから一回脱出してね、あの宇宙船に戻ると、宇宙船に残っていたクルーがもうおじいさんになってるっていう衝撃の浦島太郎、うん、本当浦島太郎だね。そうですね、浦島太郎状態の、うん、そういう時間の描き方をしているんだけども、うん、まあ、ここまでこう時間をこううまくね、そう描いているノーランがちょっとこのインターステラーで一回逸脱するのは、あの時間の壁を唯一超えるものが愛だというふうに描いているというのは、うん、ちょっとそのクリストファー・ノーランのなんかこう、うん、映画作りのロマンみたいなところをちょっと感じさせる作品だったかなと思って、そうです、これも非常に好きな映画で、うん、もう何度となく見てしまって、いやね、面白いですね。今までこれだけアメコミにすらこうリアル思考というようなイメージだったのが、インターステラーそういう愛みたいな抽象的な概念をこう取り入れるっていう、なんかロマンチストな部分を見せてくれたのがちょっと新鮮でしたね。そうですね、新鮮だよね。
でこれさらにね、俺がこの感銘を受けたのはもう小さい頃からねずっと気になってたね、そのブラックホールの中が見れるっていうのも最高でしたそれもまたロマンですね。ロマンだよね。まあすごく科学的な検証をした上で、うん、まあ描いてるっていう風な、ね、まあパンフレットとかにもすごい解説が載ってたりとか、うんうん、ね実際の科学者ともそういう話をした上で作っている映像ではあるんだけど、やっぱそれをこうスクリーンで見させてもらったことに俺はなんかもうすでに感謝しちゃったよね、この映画には、うんうん、ね、その先にはちょっとねまたあの愛が描かれてロマンの方向に持っていくわけなんだけども、うんうんうん、そうインターステラーはちょっとそういう意味でも特殊な作品だったかなと思っていて、うんうん、でその後に撮ったのがダンケルクだよね、うん、これもその時間ってどういうふうに関係するんだろうってちょっと思うんだけど、まあ、基本的にはねその戦争の話で、うん、これも実際にあった話ではあるんだけれども、その海岸に取り残されてしまった兵隊たちが、まあ、どうやってその、まあ、まあその逃げ道がなくなっちゃった兵隊たちがどうやってそこから逃げられるのかっていうのを描いてるんだけど、うん、はい、これもその3つの時間軸に分かれてるんだよね。そうですね、これは陸上での1週間の出来事とあと、うん、海での1日の出来事と空での1時間の出来事をそれぞれ並行させながら進行していくっていう構成でしたね。そうなんだよね。だからこうなんだろうね、ふと普通に見てるとさあんまりそこか違和感ないじゃん、うん、もう本当に同時に行われてるような。そうですよね、基本的に話に見えるのよ。あの映画の中では同時進行で、そうだよね、描かれてるけど、それぞれにかかってる時間が違うっていう、うん、ここもまた面白いポイントだよね、うん、ダンケルク、まあ、本当普通に戦争映画としての迫力もしっかりあるんだけど、はい、そこにはちゃんと時間の支配があるっていう映画作りになっているということで、うん、まあ、その時間をこう描き続けていたクリストファー・ノーランが最新作これテネット、はい、またちょっと支援っぽかった今テネットですよ。これもあの時間が関わってくるんだけれども、うん、ただまあ結構ねまだその海外のレビューとかもまだちゃんと見てない中なんで、中身がねそこまでしっくり分かってない部分もあるっていうか、スパイものなんだよね。そうですね、うん、そうです。もともと007が好きだったんですよね、クリストファー・ノーラン。もうイギリスのスパイといえば、うん、だよね。一回ね、監督の候補にも名前上がったぐらい、本人もいつかは007撮りたいって言ってる人なんで、うん、まあ今回は自分流の、まあ、スパイ映画を作るっていうのはテーマなんじゃないですかね、一つ、うん、なるほど。でそのジョン・デビッド・ワシントンという、イコライザーことデンゼル・ワシントンの息子が今回主役に超大抜擢されているんだけど、うん、まあ、彼が主人公で、そのスパイの、まあ、作戦を行っていくんだが、なんかまあ予告編とか見ると第三次世界大戦が起きるからそれを阻止しようとするスパイ活動になってるんだけども、うん、それがなんかね時間が逆流するシーンがいっぱい入ってんだよね。うん、だから通常通りこう時間軸で、進んでいくんだけど、例えば戦闘シーンになった時になぜかその逆行するんだよね。弾が戻ってきたりとか、はい、殴られる前に戻ったりとか、うん、なんかそういう映像的な面白さもあるんだけど、とにかく時間が逆行していくと、うん、これはどういう仕組みでなってるのかね、ちょっとね見てみないと分かんないんだけどね。うん、巡行する時間となんか逆行する時間がこう同時に描かれたりとかねするような感じですね。そうですね、うん、そうなんだよね。でもこれも本当にそのテネットっていうこのキーワード、はい、ワードとその時間の逆行っていうのがキーになってると、うん、あとロバート・パティンソンと一緒に何かやってるぐらいしか分かってないんだけど俺、あと、ね、エリザベス・デビッキが出てくるぐらい、そうそう、なんかテネットってね、まあタイトルも英語で書くと上から読んでも下から読んでもみたいな感じでテネットの、ね、解文になってたりとか、うん、ただ全貌が何も見えてこない、うん、で見た人も何のこっちゃ一回見ただけじゃ分かんない
って言ってるみたいなんでね、難解みたいだよね、スパイ映画だけど、うんうんうん、そう。でもこの作品、そもそも映画のビジュアルが出た時にもこのジョン・デビッド・ワシントンが二分割に分かれてて、こうなんていうかね、上下に足が分かれてるというか、うんうん、その体が半分になって逆になっててっていう、まあこれビジュアル見てもらえば分かるんだけど、もう完全に時計の針になってるんだよね。うんうんうん。だからもうこっからしてもう時間が関係しますよっていうのがもろに出てると、うんうん、この辺もねやっぱちょっとこだわりがすごく見られる作品になってるかな、うんうん、まあとにかくこれはねほんと IMAX 今回壊してないよね。あでも今回もまあ壊してても不思議はないですけどね。でもまあ IMAX カメラは置いといてもいっぱい今回も壊してはいますから、あの今回飛行機1台丸ごとやってます、ね、そうだね、はい、これがまたさっきのリアル主義にかかってくんだよね。そうそうそう、あの多分今予告とかでも使われてたかな。そうですね、て出てますね。なんかこう格納庫にジャンボジェット機が突っ込んでドカンっていうね、あれは実写ですよね。本当に突っ込んでますからね。もうなんか一発撮りじゃんあんなの、本物のジャンボ突っ込ませるとかさ、うん、そうですよね。誰ももしかしたらやったことないかもしれないことをいきなりドンせーのでやっちゃって、現場にいたらもうなんか怖くて怖くてしょうがないよね。いやそうですよ、撮り直し聞かないしね。今だったらまあ別に CG でもほぼほぼ同じものを作れちゃうわけですよ、ね、作れちゃうかもね。でもそこはやっぱ違うんですよね、ノーランのこの流儀に反するんでしょうね。いやもう本当に監督今回も絶対そういうのねやってるよね。うん、だってアクションもその逆行するアクションを本当に撮ってるっていうんで、その普通に順撮りで撮ったものを巻き戻してるわけじゃなくって、なんて言ったらいいんだろうな、その巻き戻りを用に手順でアクションさせてるっていう、そういうことだよね。銃を撃つとしたら撃った後からこう銃を撃つ前のこの銃を抜くまでの動作をこう逆にやっていくっていう、そういうことをやってるみたいなんでね。これもう本当になんだろうね、こう冷めた役者がやってたらさ、いやこれ巻き戻しよくねって思っちゃうようなやつをそのまんまリアルにやらせるっていうことだよね。ほんとすごいね。だからその動き一つ一つもちょっとなんかこうリズムっつうか数学的っつうかさ、うん、こだわりがやっぱすごいなとは思うんですけど、うん、まあこのテネットね、もうほんと洋画大作としては久しぶりに日本で見られる映画なんで、うん、ぜひ皆さん映画館にね足を運んで迫力をちょっと体験してもらいたいと思いますね。そうですね、 IMAX で見ていただきたいですね。 IMAX、うん、ね、都内のねあの池袋のグランドシネマサンシャイン、はい、IMAX レーザー GT、うん、あれが一番おすすめだよね。あそこね、もう本当に行ったことない人ね、ぜひ一回入ってみてもらいたいんですけども、あの、足元から天井まで全部スクリーンになってて、うん、それ見るだけでもちょっとワクワクするよね。そうですよね。一番前の席なんてあの寝そべる席になってるからね。そうですね。ああいうね、スクリーンがもう全国各地で増えていくといいですけどね。そうですね。まあ、本当ね、あの、体験する、もう映画を体験するための作品だと思うんで、うん、9月18日金曜日からね、全国、津々浦々と公開する作品になってますんで、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。はい。じゃあ今日はそんなところですかね。またじゃあ次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。